ナブッコパイプラインはカスピ海地域の天然ガスをトルコを起点としてヨーロッパへ輸送するパイプライン計画。年間310億立方メートルの天然ガスをトルコのエルズルムからオーストリアのバウムガルテンアンデアマルヒまでのルートで輸送する計画であり、ガスの供給元及びルートからもロシアが外されているが、これは欧州のエネルギー安全保障の観点から、 ロシアのエネルギーへの過度の依存を避けるためであり、ロシアが主導するロガスプロム社といえに社のサウスストリームパイプライン計画のライバルプロジェクトと目されている。一方で2010年時点で可能性のある供給元としてイラク、アゼルバイジャン、トルクメニスタンの他エジプトなどが候補に挙げられているものの十分な供給量をまかなずガス供給源の確保が 大きな課題になっている。ナブッコパイプラインの建設計画は2002年に始まり、2009年7月13日には、トルコ、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、オーストリアの5カ国間で合意書に署名がなされた。この5カ国にドイツを加えた6カ国のコンソーシアムである。ナブッコガスパイプライン、インターナショナル GMBH が開発事業者である。 2013年のパイプライン建設着工、2017年の完成が計画されているが、2011年9月に BEP がルートが似通った南東欧州パイプラインを提案するなど、ナブッコパイプライン建設が予定通り実現するかは不透明な状況である。ナブッコパイプラインは欧州連合とアメリカ合衆国の主導で開発が進められてきた。 欧州横断エネルギーネットワーク構想において、ナブッコパイプラインは重要戦略に位置づけられている。プロジェクトの目的は、カスピ海地域及び中東地域の天然ガスを EU 諸国に供給することである。これは、エネルギーの供給元を多様化し、ヨーロッパへの天然ガスの最大の供給者であった、ロシアへの依存度を軽減させる意図によるものである。 2006年のロシア・ウクライナガス紛争は、こうした供給元の多角化を目指す要因の一つとなった。また、欧州委員会の報告によると、欧州におけるガス消費量は2005年の年間5020億立方メートルから2030年には年間8150億立方メートルへと増加することが予期されており、これは将来ロシア一国では、 欧州のガス需要を満たしきれないことを意味する。国際エネルギー機関事務局長の田中信夫は、ナブッコパイプライン計画は、ガスの供給元を増やすことになり、ヨーロッパのエネルギー安全保障の観点からは、サウスストリームよりも、より効果的であると述べている。2002年2月、オーストリアのオームブ社と、トルコ国営ガス会社、ボタッシュとの間で、欧州トルコ間を結ぶ。 天然ガスパイプライン建設について最初の話し合いが持たれた。2002年6月、オーストリアのオムブ、ハンガリーのモルグループ、ブルガリアのブルガルガス、ルーマニアのトランスガス、トルコのボタッシュの警護者がナブッコパイプライン建設意思確認書に署名し、2002年10月にはこの確認書をもとに各社間で契約書が交わされた。また、この5社会合後、 関係者らがウィーン国立歌劇場でジュゼッペ・ベルディ作の著名なオペラ、ナブッコを鑑賞したことから、このパイプライン計画はナブッコと名付けられた。なお、ナブッコとは、バビロン捕囚などで知られる新バビロニアの王、ネブカドネザル2世のイタリア語読み、ナブコドのゾウリに由来する。二千三年十二月、欧州委員会は、市場調査、技術、経済効果、財務調査など、 計画の実現可能性調査のための費用、概算額のうち50%を出資することを決定した。2005年6月28日、ナブッコパートナー企業の5社で合弁会社を設立することが合意され、2006年6月26日、ウィーンでナブッコパイプライン建設についての共同声明が発表された。2007年9月12日、欧州委員会は、 ヨジアスファン、アールゼェン元オランダ外務大臣をナブッコプロジェクトのコーディネーターに指名。2008年2月にはドイツの RWE もナブッコガスパイプラインインターナショナル社の株主となった。2008年6月11日、アゼルバイジャンはナブッコパイプラインを通してブルガリアにガスを供給、販売することを取り決めた契約書に署名した。アゼルバイジャン大統領、 イルハム・アリエフは2009年1月29日にアゼルバイジャンがパイプラインへのガス供給のためガス生産を5人の間少なくとも倍増する計画であることを認めた。2009年4月12日、トルコのエネルギー、天然資源省ヒルミギュレルはナブッコを通過するガスのうち15%はトルコが利用できるとする契約書に署名する用意があることを正式に表明している。 2009年1月27日、ブタペストで、ナブッコサミットが開催された。2009年4月24日25日には、ブルガリアのソフィアで開催されたエネルギーサミットで、ナブッコは他のエネルギー問題とともに議題に上り、また2009年5月8日には、プラハでは南海老ガスサミットでも議題に取り上げられた。2009年7月13日、トルコアンからに、 トルコ、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、オーストリアの5カ国の首脳が集まり、ナブッコパイプライン建設についての5カ国政府間、合意書に署名がなされた。この調印式に、EU からは、ジョゼマヌエル・ドゥラン、パローザ欧州委員会委員長とアンドリス・ピエバルグス、欧州委員会エネルギー担当委員が、アメリカからは、欧州エネルギー問題担当特使のリチャード・モーニングスターと、 アメリカ合衆国上院外交委員会、リックルーガー上院議員が出席した。この政府間合意について、ハンガリーは2009年10月20日に批准し、ブルガリアは2010年2月3日に、ルーマニアは2010年2月16日にそれぞれ批准し、最後はトルコが2010年3月4日に批准した。ナブッコパイプラインは、トルコの首都アンカラ南部のアヒボースを起点とし、 ブルガリア、ルーマニア、ハンガリーを経由して、オーストリアウィーン東部のバウムガルテンアンデア・マルヒまで全長 3893km に及ぶ、長大なパイプラインである。アヒボースでは、北方向に、グルジアへとつながる南高カサスパイプライン及び、南西方向に、イラクへとつながるパイプラインの2つの、パイプライン支線へと連結される予定であり、またイラントルコ間を結ぶ、 タブリーズアンからパイプラインからのガス供給も予定されている。パイプライン全体のうち、トルコ通過分は2 7 3 0トルブルガリアは4 1 2ートルルーマニアは4 6 9トルハンガリー3 8 4トルオーストリアは4 7トルである。ブルガリア国内では、既存のパイプラインと7 6トル並走した後、 ヤンボル州のラザネッツ村にあるガス圧縮基地で、ブルガリア国営ガス網に接続される。その後、パイプラインは、バルカン山脈を横断して、北西方面に 116.3km 進み、国営ガス網環状ライン北部あたりで、既存の東西パイプラインに並走して、西に 133km、そこから北西に 86.5km の、ドナウガマウガンの都市、オリャホボにまで至る。 ナブッコパイプラインとブルガリア国内用パイプラインは2カ所のピグ喪出、回収基地、圧縮基地で相互に接続される計画である。パイプラインはドナウ川の地下を通る形でルーマニア国内へと進み、同国内南西部から北西部へと国境沿いに付設される予定である。南西部の出発点はドナウ川上流の河口、ベッケト港であり、ドルジュ県、メヘリン地県、 カラシュセベリン県、ジミシュ県、アラド県を通過した後、北西の終着点などクに至る。この時、計1 1の保護区域、2つ、国立公園、3つ、自然保護区、57の水路を通ることになる。ルーマニアでのパイプライン全長は4 6 9キロメートルに及ぶ。ポーランドでは、同国の国営ガス会社ペイングヤニグや社が、ナブッコパイプラインから、 ポーランド国内向け支線建設の可能性について調査している。パイプラインが完成してから数年の間のガス輸送量は年間45億から130億立方メートルを予定しており、2020年頃には供給量が年間310億立方メートルに達する計画である。このうち160億立方メートルがオーストリアバウムガルテンにまで輸送される。 パイプラインの直径は1400ミ、mm、リメートルになる。なお EU 圏内においては、パイプラインに対して、関税をはじめとする、各種規制が稼働後25年間は適用されないことになっている。ナブッコ計画は、欧州横断エネルギーネットワーク構想の一部であり、パイプライン建設の実現可能性調査には、EU から支援金が拠出されている。パイプラインの基本設計業務のほか、 パイプライン建設請負い会社や地元の工事請負い業者の監督、技術面での可能性調査、ルート確認作業、設計ベースでの核準備、水力学的調査、監視制御システム及び通信システム全体の整備は、A ペンスパン社が行う。ナブッコガスパイプライン、インターナショナル社の最高経営責任者、ラインハルトムチェクによると、パイプラインは2013年に着工。 2017年までの創業開始を予定している。パイプライン建設費用は当初70億ユーロと見積もられていたが、2011年に総額120億から150億ユーロへと修正された。総工費のうちプロジェクトのパートナー企業が30%を負担するが、残り70%は出資者未定であり。 プロジェクトは何らかの金融商品等によって資金を調達する必要がある。出資者は2012年までに決定されることになっている。なお、欧州委員会は建設可能性調査費用の50%を負担し、欧州経済復興計画から20億ユーロを拠出することを決定している。他社からの出資を受けるためには、この決断は2010年末までに下される必要があった。 2009年1月27日にブダペストで開催されたナブッコサミットにおいて欧州投資銀行と欧州復興開発銀行の両総裁はナブッコプロジェクトを支援する用意があると発言している。2010年2月5日欧州投資銀行副総裁のマティアスコーラッツイコールアーネンはナブッココンソーシアムは建設費の20から25%に 当たる20億ユーロの借り入れを銀行側に求めており、欧州投資銀行は支援の用意はあるものの、当事国が自国のパイプライン通貨を法的に認可していることが前提条件となると述べている。2010年9月、ナブッココンソーシアムは欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社との契約に署名した。この契約は銀行側が デューデリジェンスを行った上で総額40億ユーロを投資するものであり、40億の内訳は、欧州投資銀行が20億ユーロ、欧州復興開発銀行が12億ユーロ、国際金融公社が8億ユーロとなっている。ナブッコパイプラインへのガス供給源としては、イラク、アゼルバイジャンなどが報じられているが、このほかトルクメニスタンも供給元となる可能性がある。 最初期段階ではイラクが100億立方メートルを供給する予定であり延長工事が予定されているアラブガスパイプラインを使用してエカスガス電からガスが供給されることになっているハンガリーのモルはイラクのクルディスタン地域にあるチャムチャマルガス電及びコーモアガス電に権益を持つパールペトリウム社株式の10%を取得したイラク石油小事館アフメットシャンマは イラクのガスは必ずしもナブッコに供給される必要はない。なぜならイラクのガスがトルコまで運ばれた後輸送容量のある他のプロジェクトに回すこともできるからだ。欧州へのガス輸出は新たなガス電が発見してからで現状では安定的なガス供給を確保するのに不十分であると述べている。アゼルバイジャンではシャフデニズガス電の第2ステージが2016年に 創業開始の予定であり、さらなる拡張によって、同ガス電からナブッコに、年間80億立方メートルのガスが供給される、契約となっている。トルクメニスタンは、年間100億立方メートルの供給が可能と、されている。ガスはイランを経由して、あるいは建設計画中のカスピ海、横断パイプラインによって、カスピ海を経由して供給される可能性もある。これについて、 オムブとドク RWE は合弁企業カスピアンエナジー社を設立しカスピ海を横断するパイプライン建設のための調査を行っている。建設計画中のカスピ海横断パイプラインを通してカスピ海北部地域のガスが供給可能となれば長期的視野ではカザフスタンも供給源の候補となる。エジプトもアラブガスパイプラインを利用して30から50億。 立方メートルのガスを供給することが可能であり、トルコの首相レジェップ・タイップ・エルドアンは、ナブッコパイプラインを使って、欧州にガスを輸出するようエジプト側に要請した。イランはトルコを後ろ盾として、ナブッコにガスを供給することを申し出たが、EU とアメリカが政治的な理由によりこれを拒否している。ブルース・トリームパイプラインを通じて、ロシアの天然ガスをナブッコに供給する案もある。 ナブッコパイプラインのプロジェクト事業者は、ナブッコガスパイプラインインターナショナル社であり、ラインハルトミチェクが最高経営責任者を務める。以下の6社が各々、おのおの16.67%の株式を保有する。このほかフランスの NG がプロジェクトへの参加を申請している。これについて、ナブッコの株主でもある、ドイツ RWE は、 フランスへのドアは開けたままだと歓迎する意向を示した。またオームブ社もエジーを受け入れることに前向きである。だが、エンジーは後に、プロジェクトが非常に複雑で通貨国が多いことで、投資意欲が減衰しているとの報道もある。これとは別に、ポーランドのガス会社、ペイグヤ・ニグヤと、アゼルバイジャン国営石油会社もプロジェクトへ参加の興味を示している。また、 カザフスタンもプロジェクトに参加する用意があることを表明した。2006年、ロシアガスプログ社はナブッコパイプラインに対抗して2005年にすでに正式稼働しているブルーストリームパイプラインの追加工事としてトルコからブルガリアとセルビアを通過してハンガリーまでブルーストリームを延長する案を示した。また2007年にはブルガリア、セルビア、ハンガリー、 スロベニアを経由して、オーストリアとイタリアへと天然ガスを輸送するサウスストリーム計画が提案された。このサウスストリームは、ナブッコパイプラインのライバルプロジェクトとみなされている。2010年3月10日、サウスストリームのパートナーである、イタリアエニシャのパオロスカローニ CEO は、投資額と運営コストを減らし、収入を増やすため、 ナブッコとサウスストリームをナブッコとサウスストリームを統合する案を表明した。だが、ロシアのセルゲイ・シマトコエネルギー省は、サウスストリームはナブッコより競争力がある。ナブッコとサウスストリームは競争関係になり得ないとして、スカローニの案を取り下げた。また、オーストリアのオーム部社も、プロジェクトを統合について、現在も継続している議論はないとしている。一方、ウクライナは、 グルジアとウクライナのガス網を接続させるホワイトストリーム計画を立ち上げた。この他、アドリア海横断パイプラインとギリシャイタリアパイプラインもナブッコの競合プロジェクトとみなされている。欧州コーディネーターのヨジアスファン、アールチェンによると、これら5つのパイプラインはアゼルバイジャンのシャフデニズガス電へのアクセスをめぐって互いに競合関係にあるとし、トルコエネルギー省タネルユルトゥズは トルコとしては、ナブッコとトルコギリシャイタリアパイプラインを一体化する案を支持していると述べている。こうした各パイプライン計画とは別に、液化天然ガスもナブッコパイプラインの競合相手である。アゼルバイジャン、グルジア、ルーマニア、ハンガリーは2010年9月にアグリを設立した。これは、アゼルバイジャンのガスを LNG の形で欧州向けに輸出するプロジェクトである。 中東やアフリカの天然ガス産出国から LNG を調達できるようになったこともパイプラインの経済性が問われる要因の一つとなっている。ナブッコパイプラインのガス供給先は欧州南東部、中央部の一部の国に限られており、採算が取れるのに必要な量のガスが供給される見通しがないことから非経済的なプロジェクトであると批判されている。 2010年1月現在、供給源に名乗りを上げているのはアゼルバイジャンだけで、あるが、カスピ海にある同国シャフデニズガスデンの生産量は、年間80億立方メートルに過ぎず、しかも、ロシアがすでに70億立方メートル分を購入済みである。こうした中、イランのマヌチェフルモッタキー外相は、ナブッコパイプライン計画に、イランが参加しないということは、要するにナブっこは、 ガスなしのパイプラインになるということに他ならない。と述べており、ロシアのプーチン首相も同様の発言をしている。ロシア連邦議会国会員エネルギー委員会のイバン・グラチェフ副委員長は、ナブッコプロジェクトの実現性に疑問を投げかけ、同プロジェクトはロシアにプレッシャーをかけるのが目的のプロジェクトであるとの見解を示している。 こうした中、ロシアとアゼルバイジャントルクメニスタン両国は2010年以降のガス売買契約を結んでおり、これはロシアがナブッコに供給される可能性のあるガスを抑えるためとの見方もある。なおアゼルバイジャン側は、ガスは商業的に最も魅力あるルートだけに供給されるとの考えを繰り返し表明している。中央アジア、中国パイプラインの開通及び、 サウスストリーム建設の合意がなされた時が、ナブッコプロジェクトの終焉を意味するとの見解もある。一方で、ドイツの RWE 社は、ナブッコパイプラインは、サウスストリームや、その他のパイプラインと比較しても、輸送料金が安価であると主張している。RWE の試算によると、シャフデニズガスデンから欧州までの輸送量は、ナブッコで1立方メートルあたり77ユーロの、 ところサウスストリーム106ユーロである。国際 NGO フリーダムハウスはトルクメニスタンを世界で最も自由度の低い国の一つにランク付けしている。ガス利益の透明性を確保する枠組みができておらず、基本的人権や市民権の侵害が疑われる国が参加するパイプライン建設プロジェクトに EU や他の国際的な金融機関が出資することを批判する。 国際的 NGO もある。これらの NGO の主張をするところでは、トルクメニスタンがプロジェクトに参加し、欧州がトルクメニスタンからガスを購入するようになると、人権侵害の監視など同国政府に対する欧州側の圧力が弱まり、ガスの販売で財政も潤ってしまうことから、トルクメニスタンが世界で最も弾圧的な国であり続けることになってしまうことが危惧される。 欧州投資銀行と欧州復興開発銀行が化石燃料開発プロジェクトへ投資することは2007年に欧州議会で可決された化石燃料プロジェクトに関する輸出信用機関及び政策金融機関への公的支援中止決議に反するものであるとして両行を批判する NGO もある。またこれら公的金融機関がトルクメニスタンの人権 市民権侵害問題を軽く見るような判断を示したことに対して不満の声を上げる NGO もある。ナブッコパイプラインはトルコ南東部を通過するが、同地域では近年、クルディスタン労働者等が BTC パイプライン及びイラントルコパイプラインを爆破しなければならないと宣言しており、パイプラインの安全面を懸念する向きもある。また、アゼルバイジャン及び トルクメニスタンからのガスパイプラインは南高カサス地方を通過するがこの地域も正常が不安定である。ありがとうございます。